どうも、ブヒケンです。本日は金曜日、朝あんなに降ってたのにすっかりいい天気でございます。ちょっとね、いろんなことやってたらね、作業時間のスタートが遅れちゃいましたね。もうすぐ11時です。晴れてきたよ。おっと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 、ではですね、昨日の続きですね。まあほぼね晴れたので、ほぼ晴れたんだけど、まだこういうとこのねキメが残ってるし、あとサンバイザーね、つける、貼ってからつけるかなんつってたんだけど、よく考えたら配線があるからこの状態でつけないとダメだ。はい、それではこの印のところちょっとずれたな、まあいいや。ここにねバイザーがこうつくんだけど、配線があるんですよ、こう。でちょっとこれね、長さ的にちょうどこの中なんだよな、中なんで、すげえ外しにくかったんだよな。今こっちから引っこ抜いてあるんだけどね、ちょっとこれ延長してやろうかなって思ったんですよ、ほんの数センチね。はい、延長しました。こうなっててくれればやりやすいですね。まあ外すようなことはないと思うけどね。もう一回付け直したので、ここから割り出していきます。はい、付きました。よし、いいでしょ。で一番エンド部分はまたここ接着になるので、でここはカバーがはまるね。配線もちゃんと全部逃がしました。完璧でしょう。で、こう開けるとライトがついてるんですけど、助手席側はいいけど、あ、助手席じゃない、運転席側はいいんだけど、助手席側ね、これレンズこのパチってなるところが折れてんだね。こうほら、こうここもうカクカク、やべえ、触ると折れる。まあここがあってもしょうがないけんね、引っ掛け部分がこういう風になってないと止まらないんで、ペン。さあどうする。一応くっつきました。おお、両面でくっつけてあります、オーナー様。なんで細いピンかなんかでここにねペコっていうのがあるんで、上下に、そこ細い、よいしょ、いてててててこっちがいて、こういうのでこここうやって切ってこじってやれば簡単に取れると思うので、電球機交換するときはそうやってください。で外せば両面がこの上下で、ここはこの細いところにもつけといたんで分かると思います。これで取れちゃうことはないな、これ取れちゃうというかね。ここももうバキバキだけどね。ちょっとプラスチックパーツってこうやからな、怖いには怖いよね。この開閉もここ割れてんの分かります、もう怖い怖い。だからあとこれもちょっとボロいね、ここね、ここ割れてんですよ、こうこの引っ掛ける部分が、これゴムか、これゴムか、劣化してこうなっちゃってんだ。いや、ひどいな。一応オーナー様、こんな感じにしときましたんで、これだとちゃんと固定ができるので、ガタガタではないね。でこっち側はまだ生きてるので普通にはまるよね。まあこっちもちょっと硬化してね、こっち側は砕け散ってたんで、ここだけちょっと直しときますね。まあ別に見えないとこだからね、こんなとこ見る人、わざわざここ見る人いないと思うから、バコバコしちゃうよりはいいと思うんでね。これでもうつくものが全部ついたの、いやまだ横ついてないんだけどさ、ここも合わせてないんだけど、いよいよそれではここのね、裏のね、この辺が接着されてたんで、
映るかな、この辺で、こう止まってたんだよな。で、モールで隠れる。なんでちょっと接着座してってあげましょうか。はい、ですね、ここを接着するために、あの天井をこう内側から押さえるモールがあるんですけど、インナーモールがまあそこもね、コーキングでビトビトになってるので、こっちで、ここと一緒ね、掃除したんですけど、見て、塗装が剥がれてく。ほら、塗装が剥がれてく。劣化してこうなったのか、それとも缶スプレーかなんかなのかわかんないけどね、とにかく塗装が落ちるんだよ。こっちもそうだけどさ、プラスチックパーツは落ちないんだけどね。鉄の部分の塗装が全部落ちる。しかもパーツクリーナーで。パーツクリーナーもあと2本しかない。くそー。缶スプレーじゃないのこれ。缶スプレーでこんな色売ってんのかな。こんなに色取れてくっておかしいよね。ちょっと待って、色を塗る前にちょっとここ合わせてみたんですけど、これこっちね、こうここにこうはまんだけど、あれだ、これ逆だ前後ろが逆だ。ここより出ちゃうんだ。ここにはまるんだよね、多分ね。分かった、ちょっと一回外そう。これでこうはまるのが分かったので、革はやっぱりこの辺ギリギリまで来てりゃいいな。でも一応巻いてつけておきますかね。はい、それでは塗っていきます。色はこれね。暑いわ今日。はい、塗りました。ちょっとなんとなく弾いてる感はあるけど、まあちょっと乾かしてみましょう。では乾かしてる間に速乾を塗って、この立ち上がりのところまででも十分なので、貼っていこうかね。なるべく引っ張って、いいね。いい感じでひっつきましたね。あとはさっき塗ったモールがここにつくので、それは OK で、ここまでやればこの横が組めるんで、横とダッシュボードやっとつけれるちょっと休憩していいくそ暑いよ今日。なんだこの暑さは。良さげだね。あの下地の変な模様も出てますよ、ちゃんと。もう乾いたかな。いや、まだだもうちょっと置いてきます。ちょっと一本持ってきてみた。いいでしょ。光るまたちょっとわかんないけど、まあいいか。乾けばもうちょっとね、あれかもしれない。ちょっと乾くまで置いときますけど。さて、乾くのを待っている間にいろいろこれで組んでいけるので、これがつければこっち側の布の余りもわかるので、ちょっとやっていきましょう。ほぼいらねえんだな、ほいじゃ。よし、わかった。これはここのエンド部分で止まるんだよな、こうきっちり。これもっとこっちなんじゃないの、本当は。こんな止め方になっちゃってるけど、
それっぽいのはここ曲がってるもんな。こっちから外から見るとわかるね。ほら、ビヨン、ここ、ここが正規の位置よ。広がっちゃってんの、こう。ビヨーンって、ここも。それで変な位置に来るんだな。ちょっと直してあげよう。もう一回外しました。結局さ、ここの下地の角度が良くないんだよな。これ、これ。これが良くないもんで、きっちりつかないんだよ。接着しちゃったよ、畜生。こここんな曲がってりゃまっすぐつくわけないよね。こんななってるもん。これ以上直んねえんだ、でも。オーナー様、これが限度だ。これ以上は無理。ダメだ、これ。戻んねえ。ここにわざと隙間ができるようになってんのかな。ここね、ここそんなことないと思うんだけどな。本当はここへぴったり来るんじゃないだかな。まあ覗いたりするわけではないとは思うんですけど、こんななってね。まあもうちょっとこっち寄るんじゃないのかなって思うんですけどね、本当は。いやちょっとそれわかんないけどな。同じぐらいの幅で空いてるから、空いてんのかもしんないな。でもそうするとこっちのプラスチックのやつがさ、もうちょっとこっちへ来るはずなんだよな。ちょっとはめてみましょうか。これが目いっぱい、ほら空いてるでしょ、こう。でもこっちは空いてねえんだよな。ここでネジ一発締めるとさ、この辺から空いてくるんだよ、徐々に徐々に。何もつける位置は間違っちゃいねえ。つくようにしかつかんからね。しょうがないな。これで行くしかないよな。でもちょっとここも止めてみます。はい、がっちり止めました。ほらこっちは そこまで隙間ないでしょ。徐々に徐々にね、隙間が空いてくのよ。まあ、ここにクリップみたいなのもあるからしょうがないよね。こうしかはまらんわ、もう。はあ、だいぶこっち来たけどね、さっきのあれよりは、最初よりは。オーナー様、これぐらいで勘弁してください。最初よりは全然いいと思います。ちょっと気になるんだけどさ。しょうがねえよな。ちょっとね、さっき5時のチャイムが鳴ってからだいぶ時間が経ってしまったので、くーちゃん散歩行ってきます。はい、行ってきました。くーちゃん散歩、クソ暑い。夏か、おい、めちゃ暑いよ今日。よし、まあそんな感じでね。えオーナー様、こうとしか、こうしかはまらないよ、こうしか。よいしょ。じゃあちょっと反対側も同じようにやってっか。ではこちら側もちょっとこれをつけていっちゃいますね。よいしょ。一応つきました。ちょっとやっぱ隙間が気になるな。途中から隙間ができるんですよ。で、このプラスチックのやつはもうこっからこっちへは行かない。向こうもね、ここがギリギリ。なんで開くんだろう。隙間。なぜだろう。このオリジナルのやつがこっちまで来てたっけか、実は。そんな感じするな、ここに挟み込まれてて。それで空間が空くんじゃないかな。まあ、向こうはね、ここのあれがベコベコだったからさ、ちょっとは直したけど、ちょっとは。しょうがないな、つくようにつけとくしかないよな。で、ちょっとプラスチック部品はあんまりお掃除したくないので、色が剥げていっちゃうんでね。
まあ拭き掃除ぐらい、あの水拭き掃除ぐらいはするけど、まあとりあえずつくようにしかつかないか。とりあえず天井はいい感じですね。天井はいい感じですよ。よし、いい感じでしょう。どうしてもこのね、ちょっとぐらいたるんでくるのはしょうがねえな。あ、でもまあいい感じで ついたよね。ついた。で、こっから後ろは、ここのやつつけてからね。こっから後ろは。向こうはある程度までやっといたけどな。で、ここで乾けば、これが、ここがくっつくので、あ、これ、戻しといた。こっちが正規だ。ちょっと待って。よし。あ、こっち向いててくれれば、ここの黒いの目立たねえな。よしよし、いいじゃん。うん。それで、ここね、ここ丸々作ったとこ、ちょうど向こうと同じように、ちょうどいい感じで来ましたね。バッチリでしょう。ちょっと心配だったけど。OK。これでダッシュボードつけれるね。ここのやつ乾いたかな。いや、もうちょっと置いた方がいいな。ちょっとピトってするんで。一晩置きますね、やっぱり。あんだけいい天気だったけど。まあでもいいじゃんね。濡れた濡れた濡れたよんだ。とりあえずこれで天井、ここから後ろは終わったね。いい感じ。うん。あとはここが到着しないと作っていけないね。これね、カポってはめてガラスが固定、ガラスが固定できたらカバーがつけれるっていう感じ。だから後方部分はちょっと待ちだ。リクローム屋さんまた電話ねえよ。なんか最近いい加減だな。前はきっちりくれたけどな、電話。これだったら、もっとひでえのいくらでもあるから全然いい方じゃないの。綺麗だし。よし。うい。今日はこれぐらいにするか。ほら、同じぐらいでしょ。こう、向こうと、いい感じだ。ほいで明日ダッシュボードつけて、ここが乾いてるから、そうすれば本当に前回りは終わりだな。